だんだん修復されて元の自分たちの息づきを取り戻す、安定を取り戻す、そういう状態が生まれてきますから、このわさびを植えることによってわさびから実は周辺の環境の息づき随分学ぶことができる。ちなみにこの津和野でやられてたおじいさんがこういう作業を谷洗いというふうに呼んで、谷洗い作業を欠かさなかった。で、その山口君の彼にそれを委ねるにあたって、この谷洗いを決して怠らない、そういう話で引き継いだっていうことを説明してくれてましたけど、昔の人たちがやっぱりわさびと向き合って、この